大根とダイヤモンドの話、小川未明秋になって採れた野菜はみんな上出来でありましたが、その中にも大根はことによくできたのであります。百姓は骨を折った甲斐のあることを今更ながら喜びました。 そしてこれだけにできるまでの過ぎ去った日のことなどを考えずにはいられませんでした。彼はある日畑に出て種をまきました。それが小さな蝶の翼のような目を出してからどんなに手のかかったことでしょう。柔らかな歯に 虫がついたときに、それをとってやりました。また、暑い日ざかりには、楽に暮らしているような人々は、みんな昼寝をしている自分にも、畑に出て、声をかけてやりました。また、日照りが幾日も続いて、畑の土が白く乾きましたときに、 水をやることを怠りませんでした。こうしたようの骨折りで大根はこんなに見事にできたのであります。百姓は考えると嬉しくてたまらなかったのであります。そして自分の子供を見るような目つきをして眺めていました。 百姓は自分の汗や涙がかかり、また魂の宿っているそれらの野菜をそのまますぐに車に積んで町へ売りに行くにはなんとなく忍びませんでした。せめてこの中のいいのを地主のところへ持って行ってあげようと思いました。 百姓はたくさんの大根の中から一番出来のいいのを十本ばかり寄ってそれを村の地主のところへ持って参りました。旦那様、今年は大根が珍しくよくできましたから持って上がりました。どうぞ。 ごらんなさってください」と言って頭を下げました地主は台所へ顔を出しましたそして百姓の持ってきた大根をちょいと眺めましたなるほど今年は大根がよくできたなあ 天気具合が良かったせいだろう。と言いました。旦那様、なかなか今年は虫がつきました。雨が続きまして、日照りがまた続きましたもんですから。と、百姓は言って、こんなによくできたのは自分が一生懸命に、 手をかけてやったからだと言いたかったのです。そんなに雨が今年は続いたかなと、地主は夏ごろの天気のことなどはもう忘れていました。これはタバコ代だ。と言って地主は いくらか銭を紙に包んで百姓の前に投げるように与えました。旦那様、私はこんなものを頂きにあがったのではありません。と百姓は自分の胸の中をすっかり言いつくしえないで、かまちに頭をすりつけていました。 そして、しまいに、その紙に包んだのを、おしいただいて、台所口を出て行ったのであります。百姓の去った後で、地主は足元の大根を見下ろしていました。あいつは、自慢していたが、こんな大根が、 いくらするもんだ町へ行って語って知れている。と地主はつぶやきました。ちょうどそこへ町からかねてあいそのいい植木屋が山に行って帰った土産だと言って尺投げを持ってきました。 旦那様、つくかつかないか知れませんが、これをあの石灯籠の下の岩陰に植えておいてください。と言いました。地主はどんなに喜んだでしょう。植木屋は庭先に出て持ってきた尺投げを植えました。そして縁側に腰をかけて、 茶を飲みながら、地主と調子よく、いろいろの話をいたしました。旦那様、不思議なこともあるもんです。それは、到底人間の行けるようなところでありません。謙遜な山、また山の奥で、しかも谷の向こう側です。 大きな岩がありまして、その岩の頭が、火がさすと五色の火のように光るのです。なんだろうと言って、案内にもたまげていました。と植木屋が語りました。ダイヤモンドでないかなと地主は言いました。 ダイヤモンドというものをまだ見たことがありませんがそんなところにあるもんですかなんでも岩の中に入っていると聞いたことがあるガラス瓶のかけらじゃないだろうなと地主は言いました旦那様冗談おっしゃってはいけません猿だって 熊だって、行かれるところじゃありません。と、植木屋は答えました。こんな話をしますと、地主は、もしそれがダイヤモンドであったら、大変な金になると考えました。植木屋が帰ってしまった後でも、地主は暇なものですから、そのことばかり、 考えていました。後悔する船が海の中で岩角に光るものを見つけてやっとこぎ寄せてみるとそれがダイヤモンドであったという話を思い出しますと地主はひとつ冒険をしてみたくなりました。なに。 株でも買った気になりゃ何でもないことだ。知らない景色を見ただけでも損にはならない。それに今年は旅行もしなかったんだから、と地主は思いました。彼は町の植木屋を呼びました。そして 光るものの正体を探りに行こうと言い出しました。植木屋はその道のけんそなことを考えました。また、秋の変わりやすい天候のことを思いました。旦那様、およしになったらいかがですしかし、自分で一旦思い立ったことは、 やめるような地主でありませんでした。地主は金のあるに任せて、いい日東を出すから行ってもらいたいと言いました。植木屋は日東がもらえるし行けばまた何か珍しい高山植物を取ってこようと思いましたので、ついに 行くことにしました。百姓は一年中休む日というものは稀にしかありません。常に畑や田に出て働いています。次から次に仕事が絶え間なくあるからであります。大根を地主のところへ持って参りました。 同じ百姓は、ある朝、地主が山へ行くのに出会いました。おはようございます。どちらへお出かけございますかと、百姓は、丁寧に挨拶をして尋ねました。これから山へ行ってくる。いいことがあるのだ。 うまくいったら大変な土産を持ってくるぞ。と地主はあちらの山の方を望みながら言いました。百姓は地主がいいことがあると言ったのは何だろう。きっと何か大儲けの口があったに違いない。自分たちは一年中 こうして朝から晩まで働いていても、金のたまるわけではなし、面白いことを見るでもない、本当につまらないものだと思いましたが、百姓はまた人間というものは正直に働かなければならないものだと考え直しました。そして熱心に、 自分のする仕事に取りかかりました。天気はどうだろうかなと地主は歩きながら植木屋に尋ねました。旦那さんはこの通り雲一つない上天気でございます。この分ですと天気が続くだろうと思います。 と、除債ない植木屋は答えました。そのあくる日はいよいよその山の中に入るのです。力の強い案内人を二人も頼みまして山奥へと道を分けて入って行きました。歩きつけない険しい道を登りますときも 地主は目にダイヤモンドの光を見つめていました。それがために苦しさをも忘れました。変わりがちな秋の空はたちまち雨になりました。ことに山の中はもう寒かったのであります。こんな時も地主は ダイヤモンドの光を目に描いて苦痛を忘れたのであります。やっと植木屋があちらの岩角に光るものを見たという場所までたどり着きました。ちょうど空はよく晴れて日の光があたりに溢れていました。それは真夏の時分と違って 幾分か弱くまた暑さもひどく感じなかったけれど深い谷川を隔ててあちらの岩をも日光は照らしていたのであります植木屋はもしやあの光るものがいつの間にかなくなりはしないかと心配でなりませんので早速 その方を見ますと、チカチカと眩しく光るものがあったのです。なるほど。あれはなんだろう不思議だ。なんだろうみんなはその方を見て頭を傾けていました。地主は これを見ると、高い銭を使って、ここまでやってきたかいのあったことを喜びました。それにしても、あそこへは、どうして行ったらいいだろう。今まで黙っていました。案内者の一人は、初めて口を開いて。何けい光っているあれけい ありゃあ岩の裂け目から水が湧いているんだ。と、ゆったりした調子で言いました。え水水か水だろうか。みんなは、あの光るものは、他の何でもない 水であったとわかって、あっけに取られてしまいました。中にも、地主と植木屋は光るものがガラスかダイヤモンドか二つよりしか考えつかなかったのでありました。そういえば、水に違いない、とみんなは初めて思いました。 岩鼻から水が湧くことは極めて自然なことであったからであります。地主は帰りには不平の言い続けでした。植木屋に向かって、お前は商売柄でありながら岩角から水の湧き出ているのがわからないとは、どういうことだ と言いました。さすがに女性のない植木屋もちょっとした話がこんなことになるとは思いませんでした。こう言われても返事することができなかったのであります。村に帰るとその間に百姓は怠らずに働いていました。地主は はじめて、まじめに働かなければならないと知りました。そして、こうして、精を出したから、あの見事な大根はできたのであろう。地主はいつか百姓の持ってきた大根を思い出しました。そして、植木屋にあの大根をやったことを、 おしみました。なぜなら、植木屋のくれた尺投げは、まもなく枯れてしまったからであります。おしまい。